はい、皆さん今日もお疲れ様です。ということでやっていきましょう。スタバ買ってきました。ごめんなさいね、スタバ買ってきました。いやー、今 1-0 で負けてるんですけど、まだ全然わかんないんで、1点でしょ、次の1点ってやつだね。うん、これはもう次の1点ってやつ。涌井さん調子良さそうなんで、このままいけば多分1点取れると思うんだよね、なんとなく。うん、勝ちを信じます。昨日は激アツでした。佐伯さんを任すというね、なんか勝ったというか任したって感じがして、最高に気持ちよかったです。新之助が任したって感じがして最高の気分でした。昨日はね、最高だったね、マジで。最後のライデルの三振も良かったし、全部良かった。うわー、強そう。なんかもう互角だね、ほとんど。ただ大野雄大、スパークの雄大さん、いつの、あ、写真変えてるね。純正ではないと。うわー、これ先制取んないとな、マジで。点取られたくないな。丁寧に行きましょう。カットボールから行く、どう、そういうの。いや、いいボール、最高じゃない。これも、うわー、抜けるか、抜けるか、ちょっとかなり良かったな今の。どう、うわー、惜しい。あれで行こう、あれで。いいよ、ベストピッチャーナイス、アウト。まあまあまあ全然いいよ。さあ、サードゴロ振ってこい。うわ、引っ張ってきた。おい、リアル野球してんじゃないよ、おい。ボール球、いや、めっちゃいい球、えぐい。お願い、サードゴロ。あー、うまいな。そうはいかなそうだね、この感じ。定位置にして、じゃあこれ振ってくれ、ボール球。いや、ひどいわそれは。ひどい、見損なった、見損なったよそれは。オッケー。いや、まあ1点オッケーよ。シンカーいきます。あ、振ってこないね、オッケー。振られる方が困るよ、ボール球ヒットで。危ない。もう投げれません。めっちゃいいボール、だるすぎるって。ねえ、もうボール球ヒットにされすぎんだけど、柳さん、もうこんなんいいんですか。ほとんどボール球ヒットじゃん。もう一回やって、それマジで。いやー、最高最高。俺踏んないんだそれは。じゃあ魔球いきます。これは打てないです、どうしてもね。あー、ちょっと変なとこ行った。どうする、まっすぐいきます。魂のストレート、見逃し三振、俺。よっしゃ、ナイスキャッチ、オッケー。よし、ちょっと詰まったね今のね、ちょっと詰まってたよ。よくあの流れで1点で抑えた、これはいいよ、兆しだ。みんな鬼滅の柱稽古編ももう終盤だね。
いやまっすぐ2球系おい、OK？ それは見れるね。さあ最高、はい最高、福永さんは最高、 OK。 走りてえけどいいや。ボール球、うわー走りてえ、走る、みんな走るか。まあ次の回だね。雄大さん強えな。7番から始まるベイスターズの攻撃、ビシエドが打席に入ります。打ち上げろ、ドラゴンズ1点。よーし、さっきの縦面効いてる、高いな。それにしてもだいぶ上がったね。さあさっきシュート投げてました。ここもねえ、そんなボール球ヒットにするの好きなの？じゃあ別のゲームやりな。もうボール球ヒトスピエース、この状況であればね、点差を広げてみたいですね。もういいってマジで。そうですよね、くんねえんだそれ。まあもし俺がこの試合負けたら、中日勝つね今日。現実の方オッケー、はい、これは来てる。ナイスピッチング柳さん、粘りのピッチングできてるよ。これはいい流れ来てる。打つよ、なんか打てる気してきた。もうビビりすぎてんだ雄大さんに。ドラゴンズ1点ビハインドで迎える最終回です。よく見た。最後の攻撃、なんとしても塁に出たいですよね。長径長径長径、オッケー。あなたのボール球ヒット、あと 2,3 本打ってたから、俺もボール球あと 2,3 本ヒットにします。はい、OK、 はい、OK、 まっすぐ張ります、ここ。なるほど、そうですね、打者の内角を行くような投球でした。よーし、はい、勝つぞ、さよならすると、はい、一気にさよならのシチュエーション解散、広角出てます。興奮してきた。2回裏に勝つよ、すっとね。オッケー、全然雄大さんよりいいやん。初球ついた、まっすぐ張る、タイピンなし、まっすぐ張る、タイピンなし、オッケー。さあ逆転するよ、大島さん決める、決めるぞ。タイピン出てるからね、決めるよ。あぶねー、ちょっと大ピンは出てない。いったべ、マジか、うわマジか。ダブルスチールする。変化量そのまま、やべえ、無敵な気してきた。めっちゃ打てそう。よっしゃー、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 ジュリエー、ジュリエー、よっしゃ、柳さんの投球実る。最高、最高の気分だぜ。
そんな中、中日今日ゲッツー、きついね。やっぱ俺が勝つと中日負けちゃうのかな。はぁ、気持ち、気持ちよすぎる。完璧だったね。うん。いや、戦績よぉ。強っ。ああ、そっか、ドーデュースさんに負けたんだ。うわぁ、最高の勝ち方した。最高に気持ちよかったな。周平の長打だったね。めっちゃ、毎日投稿してるからさ、やっぱさ、うわぁ、細川さんホームランだった、細川さんホームランだった、ああ同点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 、みんなみんな同点同点、わあわあやったー。ちょっとゲッツーの後ちょっともったいなかったな、ゲッツー。うわー、まあいいや。ほら、来た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 、攻撃も終わってた。ダゾーン遅れすぎな、ダゾーン遅れすぎな。よし、皆さん今日も最後まで見てくれてありがとうございました。お疲れ様でした。よかったらチャンネル登録お願いします。お疲れ様でした。